食べ物、植物、動物、食べ物。はい、どうもこんにちは、ナイスガイスカイです。こちゃんでーす。いやーすー。はい、本日は昨日で回避せよ、罰ゲーム暗記バトル。いやー、暗記でしょ。だって俺トランプ17枚覚えた男だよ。暗記でしょ。だって俺この世の全て覚えてる。俺事実だよ、嘘だよ。アカシックレコードとかしてしょ。ルール説明します。はい、まずこちらをご覧ください。こちらをご覧します。ご覧に入れよう。はい、はい、もう自分に手を使って。はい、何、はい、これ3枚の札が置かれています。はい、そちらを順番に選んでいただきます。はい、父ちゃんが腹筋を選んだら、うん、はい、腹筋。はい、はい、続いて須貝さんの番に移りまして、はい、先ほどこうちゃんが選んだ腹筋を選んでから、うん、3種類の札の中から追加してください。完全に理解した。だから俺のターンは腹筋スクワットだ。はいはいはい、そんな感じです。でじゃあ次は例えば腹筋、はい、スクワット、スクワットというかね。はいはい、そういうことです。もう完全に仕組みが理解する。それまでに選んだのと全く同じのを繰り返してから1個追加する、はい、はいはいはい、ゲームですね。間違えた方が負け。負け。今日は負け、今日は負け決める日だから。負けスカイシー。負け渡辺浩二とかあるね。それでは早速ゲームに参りましょうか。はい、1回戦目はそちら、腹筋、腕立て、スクワット。負けた方にですね、罰ゲームといたしまして、はい、それまでに覚えたのと同じ数だけミッションをこなしていただきます。なるほど。間違えるところまで、ね、5回ずつやっていただきます。なるほど、はい、これ大丈夫ですか。これ腕立て伏せがワンクッションじゃなくて大丈夫ですか。腕立ての正式名称を戸惑わせてやる。腕立て伏せがワンクッションね。いや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 、覚えなくていいかそれ今は。はい、ということで、じゃあまあ、せーの、先行で、はい、やっていきましょう。はい、それでは、須貝さん、どうぞ。スクワット。はい、スクワットです。はい。やばい、今日この感じで進行していくの。大早送り時代が想像されて。スクワット、スクワット。はい。はい、クリアです。続いて、須貝さん。はい、スクワット、スクワット、スクワット。はい、クリアです。よし。こうちゃんのターン、どうぞ。スクワット、スクワット、スクワット、腕立て。やばい、これ怖い怖い怖い。はい、クリアです。あ、クリアか。はい、で、須貝さんのターン。腹筋、腕立て、腹筋、腹筋、スクワット。はい、はい、クリアです。スクワット、スクワット、スクワット、腕立て、腹筋、腕立て、腹筋、スクワット、腕立て。はい、クリアです。あぶねえ。続いてこうちゃんのターン、どうぞ。スクワット、スクワット、スクワット、腕立て、腹筋、腕立て、腹筋、スクワット、腕立て、スクワット。クリアです。はい、はい、大丈夫です。はい、続いて須貝さんのターン、どうぞ。やばいやばいやばい。これ11個言わなきゃいけなくて、スクワット、スクワット、スクワット、腕立て、腹筋、腕立て、腹筋、スクワット、腕立て、腕立て、腹筋。アウト。スクワットだよね、俺が選んだのね。はい、ね、最後の1個間違えました。やっぱ聞いたね、俺がちょっとスクワット多めに動かしたのが聞いたね。須貝さん、負け。負け、負け、須貝シュ。いやー、これは結構短いよ。大丈夫この動画。なんかね、なんかね、想定よりね、簡単に勝った。ということでですね、負けました須貝さんには罰ゲームとしまして、スクワット15回、腕立て5回、腹筋5回、腕立て5回、腹筋5回、スクワット5回、腕立て5回、スクワット5回をしてください。絶対分からない。まとめてほしい。じゃあやります。今やるしかない。それはもうやるっつってんだからやるよ。やりましょう。飲み込みがいい男ね。はい、それでは罰ゲーム。はい。受けていただきます。スクワット、スクワット。スクワット、腕立て、腹筋、腕立て。
い、スクワットスクワットスクワット、腕立てだ。正解です。正解です。5! オッケーです。終わり？終わった。はい、オッケーです。おめでとう。最後思い出せた。はい、お疲れ様でした。はい、はい、それでは続いて2回戦参ります。はい、よろしく。おい、なんだ次は。まあ2回戦はですね、はい、罰ゲームじゃないかもしれないですね、これ。なんだろう、多分1000円とかだよ。1000円、5000円、1万円。そうそうそう、1万円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 で、その5倍だから。違います、違います、違います。はい、続いてやっていただくのはこちら。食べ物、植物、動物、動物だよ。2回戦の罰ゲームは漢字の暗記です。漢字、漢字、はい、1つ選べるごとに10個暗記、10個、1個10個。負けた方には漢字のテストを受けていただきます。はい、そちらに合格するまで帰れません。帰れません、はい、帰れません、はい、帰れない部分が罰ゲームで、覚えるのは嬉しいと。そう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 、そういうことですね。たくさん覚えたいと。じゃあ早速やりましょうか。おい、それではこうちゃんどうぞ。じゃあまず俺食べ物からいくんで、次菅井さんどうつけてください。ああ、なるほどね。この食べ物。はい、オッケーです。いいぞ、次全然、次全然動物から。あ、動物からいくか。じゃあ俺もうん、食べ物。植物。はい、はい、菅井さんオッケーです。よし、続いてこうちゃん。こうちゃん動物から言っていいよ。そうだよ、動物から言った方がいい。いや、聞かなかったけど、動物から言っていい。全然食べ物、植物、動物。はい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 、オッケーオッケーオッケー。はい、オッケーです。いや、もうやめましょう、それ。菅井さんどうぞ。はい、食べ物、植物、動物、食べ物。 OK です。よしよしよし、食べ物、はい、クリアです。植物、クリアです。食べ物、クリア、はい、動物、クリア。やばい、植物、クリア、はい、やばいやばい、もうやばい、もう。続いて菅井さんどうぞ。植物、食べ物、動物、植物、動物。クリア。はい、続いてこうちゃんです。先ほどとね、同じ数だけはクリアしましたね。あ、クリアされちゃったな。はい、どうぞ。植物、食べ物、動物、やば、植物、動物、食べ物。クリア。うわ、やばい。クリアです。続いて菅井さんのターン、どうぞ。動物、植物、動物、食べ物、植物。クリア。先ほど大きく更新しています。地獄が始まってきた。はい、クリアです。続いてこうちゃんどうぞ。食べ物、動物、やべえ、待って、植物、動物、あ、いいか、食べ物、植物、食べ物、はい、クリア。やばい、本当にダメになってきた。本当にダメだ。続いて菅井さんどうぞ。食べ物、食べ物、やばい、本当に。植物、食べ物、動物、あ、やばい。食べ物、植物、食べ物、植物、あれ、こうちゃんさっきなんて言った。動物、動物。あ、うわー。こちら。動画見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。あれか、植物って言わなきゃいけないところで食べ物って言ってた。嘘、食べ物って言いましたね。はい、ということで菅井さんは漢字の暗記をしてもらいます。やったー、おめでとう、おめでとう。やっぱね、何個何個、130個ですね。130個いいでしょう。いいかいいかい、もうさっと覚えてね。はい、ということでバケーン、あれから1週間が経ち、はい、まあ、すでにですね、菅井さんには植物40個、動物30個、食べ物60個の漢字が書いたリストを渡していると。はい、はい、130個ですか。130個ですね。もらいました。はい、満点取るまで勝てないよということで、はい、はい、やっていきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとうございます。はい、まあね、勉強になりましたね。勉強になりました。よかったです。はい、というわけで本日は罰ゲーム回避暗記ゲームですか、はい、やってきましたけども、無事に私の、まあ、肥やしになったと。そうですね。例えば世界日本史チームとかしてね、肥やしに本職だったとかね。おい、いいじゃん、あげた方が次の日までに130個覚えてる。結構覚えない。すごい、結構覚えないけど山川何周できる。はい、というわけで、皆さんもね、山本を倒しましたという方はね、グッドボタンお願いします。自分たちが失敗したところまでは全部覚えられたって人はね、コメントね、書いてあげると嬉しいです。はい、というわけで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネルもツイッターの方もよろしく。さよなら。はい、ツイッターもよろしくね。